私にアイデアがあります。斬新でありながらも伝統を保ち、なおかつ確実に売り上げが期待できる、そんな出し物ですわ。こほん、メイド喫茶、これこそが最高にして最強の出し物ですわ。そんな純白なる存在がメイド喫茶となることで、どなたでもご主人様になれるのです。メイド服を大胆に改装し、お客様の情欲をかきたて、心を込めてもてなす。アード君もどうぞ、うん、ああ。ジュニューさん、これはちょっとやりすぎては。学園祭ということを考えて、少し大人しめのデザインにしたのですが、出し物の名を借りて正々堂々と大っぴらに何ためらうことなく、アード君を誘惑できるのですよ。やっぱりジュニーって天才。今日からエステとダイエットだわ。